基本ジャッジさん自己最長16試合70打席ホームランなし。51号を打ってから本塁打が出ない試合が続いているヤンキースのアーロン・ジャッジ。現在ジャッジは16試合70打席連続で本塁打が出ておらず自己最長を更新している。消えまくりやん。何が起きてる。ジャッジほどの打者でも調子を保つのがいかに難しいか。怪我もせず大きく調子を崩さない今年の大谷の凄さがよくわかる。これ松井の呪いだろう。松井が始球式やってから出なくなった。松井のせいじゃないぞ。アニメパウパトロールに出演して幸運のバットが折れてしまったからな。それから呪いにかかってしまった。なんでわざわざゲスト呼んでおいてそんな演技悪い内容にしたんやろ。ジーター発言の影響じゃね。ポストシーズン以外でいくら活躍しても意味ねえぞ的なやつ。レジェンド先輩キャプテンの発言は精神的影響ありそうだよな。じゃあ活躍しないとかじゃなくて悲しくなった的な影響な。悪い方のゾーンに入るとこうなるような野球に限った話じゃない。16試合ホームランでなくて OPS1.1 超えはバグってるやろ。70打席打ってないのが印象に悪すぎやな。これで地区優勝できなかったらぶったたかれまくるって理不尽すぎるやろ。キャプテンやからしゃあない。プロ野球チームのキャプテンってチームの勝利にそこまでの責任背負ってないだろ。逆に打てないことがニュースになるということは外打者である証ですよね。ヤンキース戦見てないからわからんけどヒットは出てるんやろ。9月成績打率195 OPS571。 いやジーターの発言が原因かパパトロールのホームランダービーが原因かは議論が必要やな。調子回復すると良いな。打ちすぎた反動やね。オストシーズンで大爆発する可能性あるぞ。いやむしろ今まで打ちすぎてるだけ。大谷もジャッジも打ちすぎてファンの感覚が狂ってる笑い。管理人のつぶやき。ジャッジさんシーズン終盤に最後の爆発をするために息を潜めている不気味ささえありますよね。また日々大谷さんとホームランを打ち合う姿を見せてください。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。とまた次回の動画で会おう。